ようございます。はい、おはようございます。今日は、令和3年2021年の3月29日月曜日です。ご覧の通り、いい天気になりました。昨日は一日ね、雨が降って、花見をね、予定されてた方とか、ちょっとね、残念な結果になっちゃいましたですかね。おはようございます。まあ、夕方には、雨も上がって、夜桜楽しんだ方とかね、いらっしゃるがやないろかと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。そうそう、最近ね、まだ未だにですね、髪とかスーツ着いて何しようが言うて、おはようございます言われますもので、説明しておきます。本年ですね、今年の7月に、市議会議員の南国市議会議員の補欠選挙があります。補欠選挙というのはね、議員さんに欠員が出た時に、その欠員を補うために選挙が行われます。ここ南国市の場合はですね、7月に、市長選挙があります。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。のでその市長選挙にですね、現職の市長と山中義成議員が立候補することになっております。予定になっております。そのためにですね、市議会議員補欠というか欠員が出ますので、その補欠選挙が、本年7月に開催されます。ということで、まあ、その、ありがとうございます、ありがとうございます、立候補しようかなと思うて、まあ、まずは、こんな人間おるがあるよっていう側を知ってもらうために、朝、こうやってですね、しばらくサボってましたですけど、久々にまた再会して、朝、皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、挨拶して、まあ、知ってもらおうかなと。まあ、まずそんなことから始めております。というところで、どういうところやねんこんな感じでね、ネクタイ締めて朝立ててます。今から、まあ、本山まで、修理の車の引き取りに行って、板金したり修理したり、してなんとか楽しんでいこうかなと思いよります。もっぺん校長グレートにするぜよ。いってらっしゃい。おはようございます。いってらっしゃい。